皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室ビジネス成功のコツは需要と供給のバランスを崩すことということについてお話をしてみたいと思います。需要と供給のバランスっていうのは、当然ビジネスはどんなビジネスをやっていても考えなくてはいけないことではあるんですけれども、それは教室ビジネスに限ったことではなくですね、要は、需要ですね、欲しいって言ってる人が供給する側の方よりも人数が多ければ当然値段が高くなったとしても販売しても売れていくっていう状態、要は欲しいっていう人が多いけど提供者が少ないっていう時はこういうバランスになってますよね。逆に提供者がめちゃめちゃ多くって欲しいっていう人が少ない、需要が少なくなってきちゃう時っていうのは結果として飽和状態になっちゃうから値段も下がるし売れなくなるっていう、これ皆さん普通に知ってることだと思うんですよ。でこのバランスっていうのは当然なんですけど、その新商品が例えば出たっていう、プロダクトタイプの新商品が出たっていう時にでも、当然同じようなことが起こるわけですよね。まだ希少価値が高くて手に入れてる人が少ない時っていうのはすごい高値でも欲しがってる人が多いから売れるんですよね。である程度供給されて行き渡ってしまうともういいやっていうことで値段が一気に下落するっていうのは1個の商品の短いサイクルで考えても普通によく起こり得ることなんですよね。ですから教室業において、そのうまくいかせるためにですね、需要と供給のバランスを自分で崩していくっていうこともできるので、というかしなきゃいけない時もあるので、ちょっと今日はそんなお話をしてみたいというふうに思っています。教室ビジネスにおける、需要と供給のバランスの崩し方っていうことで、コツが何個かあるんですけれども、あとはコツというか、そうですね、やっていくやり方っていう感じですかね。それがあるんですけど、まず一つ目は、売れる、要は人気が出るという商品ないしはサービスをいち早く見つけるアンテナを持っていることがまず必要なんですよね、一つ目として。でそのアンテナがあって、あ、これ売れるなとか、これは皆さんが喜ぶよっていうのをスピードを持って具現化して提供していくっていう、スピードが結構必要になる。それは先にお話をしたプロダクトタイプの製品が世の中に出る時も、早く出した方が当然有利なんですよね。でこれ教室業もそうで、流行りそうな商品はサクッと企画化してサクッと販売提供できる体制を整えて販売するっていうのが、まずその需要と供給のバランスを崩していくっていうところでは必要なことなんで、うまくいく成功の秘訣のもう一個なんですよね。でもう一つは、自分が今どのステージを生きてるかということを知って需要と供給のバランスを崩すっていうことを心がけるっていうのが必要になる時があるんですよね。どのステージ生きてるってどういうことって思うかもしれないんですけど、単純に自分が有名で超人気の先生か、まだ駆け出しで人気じゃない、ないしは今集客が今一つできていないというちょっと落ちている状態の自分かっていう、これを見極める必要があるということです。ちょっとね、残酷な話ではあるのかもしれないですけれども、例えば駆け出しの先生とかは当然有名じゃないわけですよ。あと昔有名だったかもしれないけれども、例えば 何らかの事情で自分が集客をあまりしてなかったとか、あまり発信してなかったとか、時代のトレンドを取り入れるような改変を繰り返していなかったとか、いろいろ事情はあるとしても集客が落ちている状態っていう状態になっている時っていうのは、要は今求められていない状態であるという現状をまず認識をする必要がある。今求められてないというのは将来求められてないと言ってないですよ。今知られていない、今求められていないということです。その時にはその昔例えば良かったとしても、
例えば今全く駆け出しだったとしても状況全く一緒なんですよ、その状態っていうのは。そうすると供給を呼び起こさなくちゃいけないんですよね。欲しがられてないわけですから。となると、例えば価格が崩れる場合があります。例えばですね、これは要はギブアンドテイクのところのお話に近いんですけれども、自分がすごく有名になっていて、もう欲しい欲しい人がわんさか来ていて、対処できないよという状態になると、厳選した人だからお断りするとか、その違う人の違うっていうか、違うサービスを提供する形にするとか、こちらのサービス提供の方を高くするとか、いろいろそういうことができるんですよね。需要が多ければ、供給が追いつかないから。だけれども、求められてないってことは、自分で需要を作りに行かないといけない。という時には、例えばモニターレッスンをやるとか、声をね、聞かないといけないから。で、あとは例えば無料がいいとは言わないんですけれども、時によっては声を聞くために、リサーチをするために無料オファーとかっていうのを出したりするケースもあるんですね。で、それは自分が今どのステージにいるかだけなんですよ。要は情報が欲しい、加工する材料が欲しい、声が欲しいという状態になったら、本来自分の価値はこれぐらいって自分がもし思っていたとしても、ないしは時給換算したら、ね、ただ働きだとか、全くこれはお金にならない、お金にはならないかもしれないことがあっても、より良い商品を作るための声が必要とか、まず自分を知ってもらうために、そこは無料でもまずは動こう、まずいいものを提供しようというふうに、価値観を変えないとですね、その先がない感じなんですよ。ここを結構勘違いしている方がいて、効率化っていうことと、要は自分がね、面倒だなぁと思うことを効率的にするために、お客様が本来望んでいるようなサービスを自分が楽なように組み立てちゃうと、当然なんですけれども、自分が仮に有名じゃなかった場合には、そのサービスは欲しがられないことになるんですよね。有名な人だったら、わがままある程度してもファンがついてくるから OK なんですよ。有名じゃない人が自分が楽になるようにサービスを組むと、まず売れない。ということは自分が折れるしかないんですよね。それが能力とか体力の切り売りなのか、もしかしたらお金ただででもやることがあるかもしれない。でも、それは単に無料でやるんじゃなくて、ちゃんと将来こういうふうにしたいからっていうビジョンがあっての、学びのための無料とか、学びのためのオファー提供とかね。そういう、こうバランスをちゃんと作る必要があるんですよね。で、このケースはもう本当に普通によくあって、芸能人とかでも、それこそドブ板営業じゃないけれども、バス停のスナックとか回りながら、歌手のね、こう歌の認知度を上げるためとか、 CD とか売ったりとかって、今はどうか分かりませんけど、ね、昔そういう話とかよくあったりとか、AKB とかもね、もともと手に近くにいるアイドルみたいな形で、秋葉ね、ところで劇場でね、やってたってところからスタートしているわけで、その手に取れる距離感にない場合には、まずサービスとして有名じゃない人は認知されないんですよね。だから自分が楽になるように組むことと、効率化っていうのは違っていて、自分が楽をしなくて、ちょっと大変な思いをするから、お客さんってそのギャップに対してサービスとして喜んで買ってくれるっていうケースがあるんですよね。だから、これは特に開業当初、ないしは現状集客ができてないタイプの人は、仮に昔集客できていたとしても、現状を知った状態でやり直さないとダメなんです。だから難しいのは、昔集客できちゃってて、今集客ができてない人が、昔の価格のまんまとか、自分が楽に組んだようなサービスのまま、現状でも売ろうとするから、ずっと売れないっていう、そういう感じ。
です。まだ新規の人とかはね、まだ自分が何者であるか売れてないからそうですよねって理解はできる。でも売れてないから理解はできるにしても、自分は例えば本当はこれぐらい欲しいんだ、私動いたらこれぐらいの金額だよねっていうのを換算しながら最初からお客様にその金額とかサービスを押し付けると、まず売れないです。なぜならば有名人ではないからです。ここを結構世の中の世間事情の温度感とご自身の立ち位置、業界での立ち位置を理解しないと、サービスの作り方が結構高飛車なサービスの作り方になっちゃうんですよ。で、ここのバランスが取れてきたらだんだん値段を上げていけばいい。要は求められるサービス、喜ばれるサービスを先に引き当てることの方が大事っていうことを言ってます。むやみやたらに詫び引きしろって言ってるんじゃないんですよ。ある程度自分が損しないように全部組んで、労働力も時間もお金もですよ、で来てくださいって言ってこないですっていうのは、来れないような内容で作っちゃってるから来ないんです。来れるようなハードルを下げる、例えば講座の、ね、内容を、自分は本当はこうしたいんだけれども今の皆さんはこう望んでるから、じゃあこういうふうにしとこうかとか、あとは料金の支払い方とかもね、自分は一括でお金もらう方がキャッシュフローはいいから欲しいけれども分割払いを考えるとか、あと対象のお試しの体験会とか、自分は本当は動いたらこれぐらいの金額だからこれぐらい欲しいんだけど、まず自分を知ってもらうためにはものすごくね安い状態で一旦お試しをしてもらう、その代わりその後の講座を、説明するのにね、うまくそこで、申し込んでもらえるように誠意を持って説明しようとか、そういう組み立てができないといつまでたっても集客とかができない状態が続くんですね。だから今自分がどのステージにいて何をしなくちゃいけないのかによって、値段の付け方とかオファーの仕方とか行動基準が変わります。なので駆け出しの頃は特にお客様の声をたくさん聞ける方が商品サービスが良くなっていくので、そこは自分の時間を削ってでもやるべき内容になっていきます。だそこに変にいや全然これだと儲からないとか、その一個の単体の事象に対して儲けようっていう気持ちが入ってくると全然それを使いたい人が出てこないのでうまくいかない。よくねお待ちとかでも無料サンプリングとかって配ってるじゃないですか。あれってその後の本商品ちょっとサンプル使って気に入った人が買ってくれればいいよねっていう感じで無料でもともと配ってるので、人っていきなり失敗って嫌なんですよ。だから値段が低いものとかでまあ失敗してもいいかぐらいの値段で試した後に本当のものを買うっていう風な心理状況が働くので、そこにおいてね自分のハンドリングが大変だからとか自分の手間が大変だからということで自分が楽になるように講座とかサービスを設計する人は、申し込みがされないケースが非常に高いです。だからなぜなんだろうって考えるときに、本当にそのサービスはお客様にとって欲しいと思ってる内容になってるのか、で自分が今どのステージにいるのか、有名人なのかそうでないのか、有名人でないんだとすると選んでもらうための自分を知ってもらう期間っていうのは修行時代なんで、バランスが悪いの当然なんですよ。動いてるものともらえる金額が、でこれが技術が高まってきていろんな人から要望されるようになったら値段が高くなってもいいっていう、この順序を間違えてる人がまあまあいらっしゃるので、今日はそんな話をしてみました。はい、ということでまとめです。教室ビジネス成功のコツは需要と供給のバランスを崩すということなんですが、まず需要と供給のバランスの、崩す上で自分がどの今ステージにいてどこまで有名人になっていて
申し込みがね、されるような状態になってるかどうかを冷静に判断する。で、もしそうでもないのであれば、お客様の声を聞きながら商品開発、ないしはブラッシュアップをすることに注力をするので、その期間は一見損に見えるようなことでもやらなくてはいけない時期がある。で、このバランスを理解しないと、いつまでも自分のお金と時間にこだわって、お客さん来ない閑古鳥っていう状態が続いてしまうので、一旦状況を冷静に判断をして、必要であればそういう方向に舵を切るということも視野に入れていただければなというふうに思います。それでは。